花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。週間ご無沙汰いたしました、金尾由郎の音楽魂。今日は秋晴れのですね、すがすがしい天気、外はちょっとね、風が冷たいようですけれどもですね、皆さん風邪などひかないようにね、温めて、十分養生していただきたいと思います。桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いしますちょっと今びっくりした写真撮ったら急に呼ばれちゃってちょっとびっくりしましたね。いや今日ね、はい、ちょっと急に松下君欠席になりましたね、はいはい、惜しい人を亡くしました。亡くなってないですけどまあね。いえ、なんかちょっと体調がね、はい、お大事になさってもらいたいと思います ね。そうですよね、はい、なかなかほら、彼女がいないとね。そうですね、ちょっと今バタバタするよ ね。これファックスとかのね、先週もねファックスなんか諸岡健二さんから来てたみたいなんだけど、これ出てないんだよね。どっか他のとこに行ってる感じがする気がするんだけど。そうですね、送りましたってなんか書いてありましたもんね。ね、あれなんだけどもね、ちょっと僕がちょっとよくいつもサボってよくわからないですが、はい、今日は桜田君に私が印刷メールそなたの印刷係は私がね、今日もね楽しく金玉やってまいりましょう、はい。どうしましょうかね今日は。僕はファックス読みましょうか、まずね、はい。皆様こんにちは。こんにちは、うん、おはようございますということで、おはようございます。昨日は足立区梅島で博多出身の美人おかみかの居酒屋からたこ焼き屋へと、とんかつ屋から中華料理屋へとってね、だいたいコースが見えてきましたね。僕もそのコース辿ったことあるんで実はそうなんですね、うん。ランチキ騒ぎを出ました、ランチキしました私、いささか疲れましたということでね、これチャーリー佐藤さんですけどもね、ランチキ騒ぎが続くとねやっぱり疲れますよね。そうですね、12月も近いですからね、うん、さらにランチキが続くかと思われますんで、忘年会シーズンとかね、そうですね、はい、ありますけどもですね、ということでチャーリー佐藤さんからねランチキ騒ぎ、しすぎて今日3万円来てますね、はい。ということでね、本日は金玉田崎さんあたりが乱入するのでしょうかいやそれはどうでしょう ね、 どうですかね、まあ、何があるかわからないね、生放送なんですけどもね、はい、今日、まあ、松下としみさんがねちょっとね欠席になってしまって、はい、ちょっと焦るというかね。そうですね、いろいろ大変なことありますよね。大変ですね、まあ、いかに写真をほら、そう、としみさんがね写真撮っててくれてたんでね、うん、代わりに今日は私がでもギター弾きながら写真撮れないもんね。俺たち演奏しながら撮れないから、それはその写真はなしだね、なしですね、今日ね。それはもうどうにもなんないんで、そういうことになりましょうね、はい。これはキキさんがねいつもこうやって動画をね毎回撮ってくれてますけどもですね、それ以外にオンエア音源とね、はい、共に思い出の写真とね添えてYouTube も上げてますんでね、実際こうこうやって生放送をお聞きになれなかった方もね後で、まあ、お楽しみいただけるという、ね、はい、ことになっておりますけどもですね、なかなかこの季節になるとちょっと体調を壊したりとかねいろいろありますが、はい、あなたはなんかいかがでした？今のところ体調は風邪はまだ大丈夫ですね。うん、喉はちょっと痛い時もあるけど、まあ乾燥してるんで、うん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 、時々マスクして、うんうん、予防してるみたいな感じですかね。なんか僕もそんな本調子ではないですけど、この季節前も話しましたけど、なんかこの季節になるとね、どこもやっぱ体調がね、はい、みんなそうなんだろうね。寒くなってるし、まあ、暖かいというか急にね寒くなるからね、うん、やっぱりどうしてもリズムが狂うっていうかね、うん、そうそうそう、うん、そういうことですけどもね、あなた長崎行ってきたの？はい、あ、それは
はい、行ってきました。言ってもいい。言ってます。フェイスブックに上がってるんで。長崎いかがですか。僕はあの何度かね、はい、長崎あのご紹介いただいてね、西の海とかのね、はい、あのああいう公園であの野外ライブをね、はい、させていただきましたけども、いいとこでしょ。いいとこでしたね。うん、ちょうどね、あの着いた日の次の日か、うんうん、ローマ法王が来られるってことで。そうそう、ちょうどその時期でしたね。そうなんですよね。だからそのローマ法王来られる日は、うん、なんですか、グラバテとかあの辺には多分行けないだろうということで、うんうんうん、渋滞しちゃって。ああ、そういうことなんだね。だから初日にハウステンボスにもう向かっちゃって、うんうん、でローマ法王が、あ、違う違う、初日は逆だ。初日にグラバーテを見て、ローマ法王が来られた日は、うん、ハウステンボスの中をぐるぐる回ってみたいな感じで。あ、そうなんだ、うん、あそこはどんな感じでしょうね。僕できた頃にね一回行ったことあるのよ。今ねハウステンボスはね、まあ、あの明るい時はこうオランダの街並みみたいな感じなんですけど、うん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 、もう本当にパーク内にこう川が流れてて、うんうん、船で移動してみたいな感じで、風車が回ってでしょ、うんうん、夜がね今イルミネーションがね、うん、すごいイルミネーションなんですよ。あのブルーのやつがあれ、そうなんだ。そうそうそう、もう多分日本最大とか東洋一とか、うん、そういうクラスの。あ、そうですか、うん、1300万個だったかなんか、あの、うん、すごい数のイルミネーション使ってて、だから昼間も綺麗だし夜がまたすごい。あ、そう、うん、なるほどね。やっぱりでもあの地方もいろいろね、あの頑張ってね、はい、あのそういう町おこしっていうかね、はい、そういうことでねやっぱりあの頑張ってらっしゃるところ多いと思うんで ね、 そうですね、ぜひね、あの東京の方からもね、あの来ていただけるといいなと思いますけどもですね、はい、ということで、佐藤さんのちょっとメールの途中になってしまいましたがリクエストなしでまったりと聞かせていただきますねというね、はい、なお本日はマリナでも聞いているとのことであります。なるほど、これマニラ語かな、マガンダンアラーウってどういうことだろうね。マガンダンアラーウ、わかんないですね、うん、でもうちょっと言葉はよくわかんないですけども、いい肉の日でありますは？いい肉、今日いい肉の日なんだね。いい肉なんだね今日ね、ああ11月29日ああ、ね、はい、いい風呂の日とかもあったよね。風呂11月26日ということでね、佐藤さんからいただきました、ありがとうございます、ということでなんか歌えますかね、はい、まずね、久しぶりに今日もね外からもね聞いていただいてねありがとうございます、ということで、金玉やっていきましょうか。はい、じゃあ今日はあれしようかな、博多の昭和っていうところで僕歌ってて、その昭和時代に歌ってた曲あたりからあのなんかご紹介しようかなとか。あ、失礼しました、なんかぶつけちゃった。大丈夫ですか。ピックがないな。これチューニングをちょっとテンション上げますか。そうですね。4ヘルツぐらい上げますか。あよテンション上げるってね。普段440ですね。今日は4ヘルツテンション上げて。そうですね。ちょっと上げときましょうよ。これでもここが温度高いからすっごい伸びますよね。一気に伸びちゃった、うんうん、ね。そうですね、あの控え室はちょっと寒いぐらいなんだけどね、暖かいとこ行くとね、どうしても、うん、どうしてもあれ、はい、本当だ。これいきなり始めたら ひどいことになってた。そうですね、ちょっと待って、いきますか。はい、じゃ あ, あの博多の昭和時代にね歌ってた曲でね、はい、ミッドナイトブルース、そっちかやりますか。はい、なんかあののんびり、はい、行きますか。
く帰って、私寂しいわ。時計は12時ブルーな気分、残酷ねあなたって一人ぼっちにするなんて、とても一人じゃ生きていけないから、夜中に目を覚ますと、とても憂鬱だわ。そばに彼がいない、昔はよかったわ。今さら一人一人ぼっちにするなんて、とても一人じゃ生きていけないから。ミッドナイトブルースというね曲をお届けしましたがですね、このお昼からこう割と夜の雰囲気になってしまいました。そうですね、僕はね、あの普通ボサノバとかやるよね。ボサノバはね、スキャバダブ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 、そうですね、なんかそういうね、こういうほら天気のいい時はね、そうですね、いきなり昼間から酒飲みたくなっちゃいましたね。こんなことをねやってますよね。12年もあなた、はい、ね、結構ね、あ、これやっぱりそうだね、結構緩んでくるよね。そのギター調子どうですか、そのあのハミングバードの。これね、ちょっと改造っていうか、え、したの、ここのサドルをセラミックに変えたんです。ここのとこね。あ、それ違うの、セラミックに変えると。ちょっと ね、うん、音色が少し、ああ、そうなんだ、きらびやかな感じっていうか、あ、そういうことなの、硬いんで、はいはいはい、はい、最初に買った時よりバランスは良くなった感じしますね。上から下までまんべんなくみたいな。本当、あ、本当だ。やっぱ最初のやつなんか上があんまり伸びなくて、下は出てたんだけど、あ、本当、なんかいい感じになりましたね。なるほどね、なるようにでもあれでしょ、あなたその司君とかと、あのいわゆるそのブルース の、はい、あのデュオをやってるじゃないですか、はい、ブルースハープと、あの、ま、ギターとっていうことでね、はい、そうすると結構さ、最初から割とガツッといかないと、ギターと歌だけじゃない基本的には。そうですね、うん、そんな感じはあるよね、なんか割とガツンといかなきゃいけないっていうか、まあ、ギター一本でなんか割とそれでサウンド作んなきゃいけないじゃん。そうですね、完璧に仕上げないといけないんで。そうだよね、それは結構大変。ただあの、まあ、ずっとそうだな、2010年ぐらいからアコギにチェンジして、うん、その前までエレキ使ったりしてたんですけど。あ、そうなんだ。で2010年からアコギにチェンジしたんだけど、うん、あの
骨折しちゃったじゃないですか去年。でさすがにアコギも抑える力がなくなってしばらく振り箱とかでねエレキに使ったりしてたんだけど、一応またアコに戻したんですよ。はいはい、やっぱ改めてやっぱアコギは素晴らしいなと思うんだけど、アコギってやっぱりこう空気感が出るんで、なんかこうパーカッションのもう一緒にいるみたいな感じ。そうだよね。するじゃないですか。そうそうそう。でやっぱねデュオの時はねやっぱアコギの方がいいなと思って。なるほどね。だからちょっと頑張って。今アコギに戻してる感じですかね。なるほどね。そういうあのこう要するにアンサンブル。そうですね、結構ね難しいですよね。やっぱりフルアコでね随分チャレンジしたんだけど、やっぱね、アコギのやっぱキレみたいなどうしても出ないよね。アルペジオで普通に弾く分には別にフルアコでもいいんだけど、カッティングの時やっぱりどうしてもね、これ両方うまく織り交ぜてこうやっていく感じでしょ。そうですね、それ結構難しいよね。そうですね、だどうしてもやっぱこう空気感みたいなやっぱりエレキだと出しにくいんで。エレキでも上手な人はねエレキでもちゃんと空気感出せるけど、ちょっと私まだ未熟者なんでそこまでエレキで出せないんで、やっぱりアコギの方がいいなっていう感じですかね。アコギでも難しいよね、なんか結構奥が深いでしょ。深いですね、音色なんつう、まあエレキもそうなんだけど、アコギってこう、ピック当て方で音色も変わるしね。まあ奥深いですよね。ねえ、一生死ぬまで精進みたいな感じですかね。あ、僕らはだって修行の身ですからね。そうですよね。僕らの時代何とかしようと僕はもうとても思ってなくて、なんていうかな、こう途中でねそのまま朽ち果てるっていくんだろうけど、なんかこういつまでたってもね終わりがないじゃないですか。そうですよね。でもずっともういつまでたっても歌が歌えなくてさ。本当にね嫌になっちゃうよね、あの時あるよね。じゃああのちょっとオンヨアサイドっていう、あ、いきなり、いきなり思いついたようにやってしまいますけどね。打ち合わせと全然違う曲が出てきますよね。ライブもね僕毎回あのセットリスト書くじゃないですか。だいたい変わるよね、途中でね。だから途中で気が変わるんだよ俺。あ、やってる最中にこう、皆さんの空気感というか、それやっぱ見ながらやるじゃないですか。で、あ、これちょっとやめてこっち行こうとか、でもそれ正しいと思いますよ。やっぱりあのその場の雰囲気を汲み取ってやっぱ変えていくっていうのはね。そうそれはね、なんか生放送やっててねすごくね勉強になってますよね。ちょっとついていくのが大変なだけでそれはね正しいと思う。いや、たけしなんか言ってるもん、カルさん全然違うんだけどって記憶ね、まあ、ね、ご迷惑かけますけども行きますか。
はい、カナヲシロウのオンリーサイドっていうね曲をお届けしました。なんか今ミカちゃんいなかった。ミカちゃん、はい、来てない、外に中ね、中に入ってきたら、ね、本当なんか手振って言ったような気がしたんだけど、歌の途中で。俺ちょっと今メガネかけてなかったんで見えなかったんだけど。ほんと、ミカちゃんとかね、ダニちゃんとか。あ、来て来て、入ってよ。どうぞ。ということでね、あの、自分の家でやってるようなね、放送になった。服、なかね、いいよ。久しぶりだから、せっかく来たんだから、入って入って。今日はでもね、吉郎の部屋だもんね。吉郎の部屋だから、どうぞ。こうやってね、あの、訪ねてきていただけるとね、もう嬉しいですよね。こうやってね。そうですね。あの、音楽魂っていうか、金玉ってゲストがいないときはね、あの、全然遠慮なくね、入ってきてみんなで楽しんで帰っていただきたいと思いますけどね。よかったらどうぞ、お入りください。ということで、オンリアサイドやりましたけども、今日ファックスさ、はい、桜田君ちょっとよ、はい、読んでみる。久しぶりに。いい声であなたの。いい声で。うん、はい、じゃあ、あの、久しぶりに読ませていただきます。はい、皆さんこんにちは。うん、冬になったり急に暖かくなったり、うん、気温の上下差の激しい日々ですね。はい。こないだオイラは相変わらず、はい、オイラというと、ね、オイラはドラマ。ドラマそうそう、名前紹介しなかったですね。ミキさん、博多のミキさんですね。博多のミキさんですね、はい、あ、どうもありがとう。ありがとうございます、はいはい、オイラは相変わらず T シャツで、うんうん、ライブの合間に外に出たらなかなかの視線を浴びてしまいました。あ、笑い。先週に引き続き今週も金玉ですね、うん、相変わらず生放送中にシャッター音やスマホの通知音なんかが鳴ったりする感じが臨場感抜群で楽しくなりそうですね。やっぱ聞こえるかね。聞こえるんやろね、やっぱね。今日はね、シャッター音鳴らないやつ使ってますからね。としみくんがね、あなたの鳴らないの。鳴らないね、アプリがあるんですよ。無音なんだっけな、無音カメラってやつかな。そういうアプリがあるんです。アプリがあるんだ、はい、それじゃでもやばいじゃない。ちょっとやばいんですかね。どうなんですかね。わかんない。あの正しいことにしか使ってませんから。あ、はい、たまにあるよね、そういうこう盗撮とかね。そうですね、うん、そういう、あ、そういうのあるんだね。あるんですね、あのアプリでね、うん、はいはいはい、はい、続き読みます、うん、はいはい。もう師走間近、ちょっと早いけど今年はどんな年でしたか。うん、来年の抱負なんかも考え始めても良いのかもしれませんね。うんうん、オイラはようやくいろいろ楽しめるようになってきたんで、うん、これからも大好きな人を応援し、うん、そして大好きな人同士をつなげていきたいですね。おう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 、今日も素敵なひとときを楽しみますね。ありがとうございます。リクエスト、うん、こっちは綺麗に晴れてるんで日の当たる坂道。お、珍しいね、ミキ君が言うと。 そして、とはいえ関東は北風が強く なるって話も聞いたんで、うんうん、風の中で立てお、だけどいつも通り何でも OK です。はい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 。明日、先週末は土曜日に佐賀ブルースフェスで西浜さんやトシさんに会い、夜しゅんさんだね、うん、そうだね、うん、はい、しゅんさんに会い、夜から翌々日までは青ちゃんこと青山春博くんとの再会を楽しみました。さすがに打ち上げとはいえ、うん、青ちゃんの後に歌わされたのにはビビりました、うん、二度とごめんですね、ということで。あ、青山さんもね、あの、はい、このラジオ番組にもね、あの、出ていただいたことがあります、はい、あの、ソウルシンガーですね。そうですね、はい、青さんね、結構集結したっていうことかな。あの、佐賀ブルースフェスティバルがありまして、菊田俊介さんがそちらに向かうっていうことはもう聞いてたんですけども、はい、西山さんもいらしたのね。そうみたいですね。で、みんなね、はい、あの、そこで一緒になったみたいだけど、それ素晴らしいことですよね。はい。なんかその、青森とか、はい、その佐賀もそうなんだけども、いろんなやっぱり、あの、各地方でね、そういうイベントがこう盛り上がっていくのがすごく楽しいよね。はいはい。だからやっぱ東京だけじゃなくてね、いろんな、あの、地方のそのエネルギーというかね、はいはい、地方で、あの、やってるそのミュージシャンの方もそうだし、あの、お客様もね、盛り上がりがね、また違うでしょ。はい。だから音楽を本当に楽しむっていう意味ではね、すごくいいことだなと思いますけどもですね。そうですね。ね、
まあ、あの来年の希望、今年の、ね、こととかっていろいろありますけどもですね、まあ来年に向けてっていうか、おぼろげながら僕はちょっと レコーディングっていうか、新曲をちょっといろいろレコーディングして作りかけの曲とかもあるんですけど、はい、まあそれに向かってちょっと来年はね、いろいろ動いてみようかなとか思うんですけれども、まあお楽しみいただきたいと思います。まあ具体的にはちょっといろいろね、何月ぐらいにどうするとかっていうのもぼちぼち決めないととか思ってますが、はい、ということで何かあります？桜田さんはどんな感じですか？ですね、ライブがですね、今日がですね、うん、司&桜田ですけど、ブルースギターフォーエバーさん元町ですね。今日なの？今日です。あ、本当、はい、そうかそうか、忙しいね。そうですね、今日で、明日がですね、うん、メイプル学芸大学のメイプルハウスさんで、うん、鬼殺しブルースバンドと EC の、はい、ジョイントのライブなんですけど、はいはいはい、そこに私ちょっとゲスト出演するということで。ゲスト出演になったの？すごいね。いよいよ来ましたね。いや、よく来てくれてたお客さんが、まあ、ちょっと亡くなった方がいらっしゃったんで、まあ、追悼、塚さんと桜田もよく来てくれてたんで、ちょっと追悼の意を込めてということで、ね、やらせていただきます。そういうことがあるんだね。12月は まあまた12月って何か入ってたかな、ちょっともう記憶に覚えてられないんで、うん、また今度、ね、お伝えしましょう、はい、でも今言ってもみんな忘れちゃうんだから。そうですよね、うん、ありますか？ そしたらね、あ、ごめんなさい、12月ね、うん、7日がハイダーウェイさんですね、うん、あ、そうか、塚さんと桜田、12月7日。あ、本当。それから12月8日が川崎ティーンズスピリットっていうとこで、うん、前鶴見でどんちゃんショーの、発起人でもあるゆりちゃんと一緒に、うん、やります、うん、どこそれ？川崎です。川崎ティーンズスピリットっていうね、キングスピリット、ティーンズ、うん、ティーンズスピリットっていうお店で、はい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 、お、まあ、また告知させていただきますけど。そうですね、改めて、ライブ告知をね、私の方もねちょっとやらせていただきます。11月の、いや何、あ、12月か、まずですね、12月の8日、上岡クラークスデイル、これ渡辺隆、加納義郎、松下利美ということでね、投げ銭ライブやります、上岡クラークスデイルっていうとこですね、気楽にねお越しいただければと思います。あと12月14日これは楽屋というね、横須賀の駅前ですね、駅からすぐのとこですね、楽屋という、ライブハウスがあります。そこでね、内田翔也くんと、あと稲葉直樹くん、最初の、うん、音楽魂の横須賀のねメンバーですね。それで、また、渡辺武、加納義郎、松下利美ということでね、これ12月14日、横須賀楽屋ですね、その後が今年も最後ですね、12月29日大船ハニービー、これは鬼殺しブルースバンドと加納義郎バンドで、やらせていただきます。僕のメンバーは、ドラムごぼう鈴木さんですね、渡辺武史ギター、あと、なんだっけ、赤井浩二郎ベースですね、で松下利美ということになります。お楽しみいただきたいと思います。1月2月もねちょっといろいろ入ってますんで、後ほどまたねご紹介いたしましょう。ということでミキさんのリクエストの答えしましょうか。はい、ね、どうしよう、なんと何聞いてます。日の当たる坂道と風の中で、あ、それ風の中で、さてちょっとご紹介しましょう。久しぶりにね、ちょっとギター僕調子がこれ悪くて、ヤマハのねこれ1万円ぐらいのギターなんだけどでも結構これひょっとしたら使い慣れたらいいかもしれないって、弾きやすいのよヤマハって。なんか、あ、いいですよねヤマハってね、うん、なんかね弾きやすいんだよねこれ。これ工事大内くんもこれ使ってたよね、風の中で立て
金尾芳郎風の中で立てという曲をお届けしました。博多のミキサーにゲストどうもありがとうございます。ということでですね、今日ファックスあまり来てるかどうかは分かりません。今一枚来てんの？来てちょっとして俺押し切らんもん押し切らんもんやろでもね、印刷はね俺もこういうね、パソコンが苦手なんですよ。これできる？印刷ね、してあると思うんだけど。あ、そうなの？分かんないけど、まあどっか押すの。ということでね、わけのわかんないことを言っておりますけどもですね、なかなかそういう細かいね、作業を町下さんがね、受け持ってやっていただいてました。読んじゃうか。あ、読める？はい、いや、読んで読んで。読みましょうか。来てる？はい。はい、生放送でこれすごいね、これ出てくんだ。あ、そうだそうだ。ラジオネームなんだな。ラジオネーム。ラジオネーム、みゆさん。みゆさん。はい。金尾さん、桜田さん、よく見えるねこれ、はい、うん、こんにちは。あ、今日は欠席、松下さん、はい、こんにちは。今日はゆっくり聞いています。 ありがとうございます。バイトが休みなので、ほうほう、松下さんお大事にしてください。あ、はいはい、二人の金玉楽しい歌も天気に合ってるような感じですね。あ、本当、ありがとうございます。日曜から12月なんて早いものです、うん、はいはいはい。10月に被災してライブ行きも控えていたので、うん、そろそろと思っています。台風で被害に遭われた方だった、ね、そうなんだ、ですね、はいはいはい。金尾さんの予定、松下さんの予定、うん、桜田さんの予定チェックしたいと思います。はい、寒くなってきたので、うん、気をつけていきましょうという。あ、みゆさん、ラジオネームみゆさん。本名はあそこに。どこ？ここ。今ちょっと危ない。やばいやば。言う人そうになってる。ちょ、ラジオネームがある方なんでね。そうそうそうだね、あ、分かった分かった、はい、大変だった、ね、そうですよね、ね、水害でね、水害でね、それでやっぱり場所によって、僕も須賀川行ったんだけども、はい、須賀川も川の向こう、あ、その低い方のところはね、ね、かなり被害がね、はい、あって、僕の知り合いも要するにマッサージのね、はいはいはい、要するに治療院みたいなことを、はいはい、始めててね、はい、始めたばっかりの時に使っちゃったのよ。なんか2週間ぐらいですよね。そう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 、それでね、またね、新たにね、はい、できたっていうことで、はい、最終日にちょっと揉んでもらいに行ったのよ。あ、そうですか。うん、そしたらもう力込めてやっていただいて、もうおかげさまで本当もう揉み返しが揉み返し、いや、っていうかね、本当に一生懸命ね、汗かいてね、喜んで体揉んでいただいたんですよね、はい、まあ、ものすごく嬉しかったよね。でもそういう方もね、やっぱりいろいろいらっしゃいますしね。そうですね、そう、だから大変な思いされた、ね、方も本当にいらっしゃると思うんですよね、はい、お見舞い申し上げますとともにですね、早い復興はね、復旧をね、そうですね、願っておりますけどもですね、うん、やっぱりこう実際にそういう思いをしないと、なかなかそういうのってこう分からないじゃない。はい、でも水害が今回あった時に、やっぱりその例えばその東日本大震災の時にね、はい、僕も、まあ、その後ぐらいからこう行き始めたんだけども、その人たちの本当の気持ちは分からないけども、やっぱり日本で今どこに行ってもその水害だとかね、いろんなその自然災害っていうのは起きるよね。そうですね、だからやっぱりその逃げ場がないっていうか、やっぱりそれを覚悟して助け合いながら生きていくっていうね、うん、まあ、ね、極論言ったら地球上どこでもね、そうそう、それはあるよね。どこにいたって温暖化にしてもね、生きる可能性としてはあるからね、あるよね。だからやっぱりここでなんていうかな、人が助け合いながらこう生きていくっていうね、うん、俺やっぱりね、なんかすごくその物がないところの人たち、まあ日本よりももっとね、はい、物がなかったりするところの人たちの方がなんかね、
年寄りを敬ったりとか、はい、まあ、例えばフィリピンの人とかものすごく年寄りを敬うね、はい、そういうこともあるし、やっぱりなんていうかな、こう日本ってこうやっぱりあの豊かになったんだけども、うん、まあ、今は経済冷え込んでるけども、うん、豊かになった時期があったじゃないですか。ただこう精神的に本当の豊かさじゃないような気がするんだね。うん、なんか本当の豊かさっていうのは、心の豊かさっていうのはやっぱりその困ってる人を助けたりとか、あのね、年寄りを敬ったりとかっていう風になっていかないと、はい、豊かな感じがしないんだよね、いつまでたっても。うん、表面的なそのお金だとか物だとか、そうですね、そういうものに縛られちゃって、だから僕はね、なんか最近つくづくそういう気がしておりますけどもですね、やっぱりなんかここで人が助け合いながら生きていくっていうね、あのことをもう一回考え直したかね、はい、というような気がしますが、ということでですね、あっという間の今日歌ってないね、なんかあんまり歌ってないですね。ガンガン歌わなきゃいけない外の人から笑われちゃった何喋ってんだろうとか思って、日向坂道行こうか、ミキさんのリクエスト、ミキさんリクエスト、先ほどの方はミュウさんはリクエストなかった、リクエストはなくかったですね、はい、あ、本当、じゃあ日の当たる坂道、あの、はい、行きましょう、これ佐藤さんも好きな曲ですね。そうですね、
はい、これも金尾義郎の曲でですね、博多の美紀さんのリクエストにお答えしました日の当たる坂道というね、これ昔本がありましたね。あ、知らない、分かんないです。本当あの石坂石坂洋次郎じゃなかった。いやいや、ちょっと分かんないですね。本当、ええ、同じタイトルのね、はい、あでもこう同じタイトルの歌もあったね、そういえばね、若い人が歌ってた。あ、なんか聞いたことあるかも、ね、なんかね、うん、こういうのよくあるかもしれないね、というね、歌でしたけどもですね、本当に早いものであっという間の、ね、1時間。そうですね、早かったですね。早かったね。終わってみるとどうしようかなとか思ったよね。松下さんがいないから。でも松下さんの、 大切さがよく分かりましたね。改めてそんなこと言ったら図に乗り散らかすからね。しゃあしいやろ。いやでも本当あれだよね、こう誰が いなくても桜田君がほら来れない時あったじゃん、はいはい、あの時もねやっぱりねちょっとドギマギしたよね、二人で。まああれはあれでそのなんとかこう面白くね、まあ CD もちょっとかけたりなんかしながら やったんだけども、あれはあれで面白いっていう人もいたしね。まあその時その時でね、まあ対応していかなきゃいけないんだけども、まあ今誰がかけてもね、そうですね、ちょっと困るよね、うん、はっきり言って。そうですね、どうしようか、俺やっていけんのかな。まあ金尾さんがかけたらもうどうにもなんないですけど、いやただやっぱほらこれ生放送こうやってるんで、その僕としてはなんかほらすごい責任みたいなのあるから、はい、なかなかこう体調壊しても休みにくいっちゃ休みにくいんですけど、そうですね、まあたまにはほら2人に任せて休んでもいいよね。どうなんだろうね、一回やってみたい。一回やってみたい。松下とじみの音楽試し。あ、いいんじゃないですかね。やってみたら面白いかもしれないですね。松下まっちゃん&なんとかたけちゃん&ねえ、その方が良かったりなんかするかもしれないけど、いや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 、まあでもね、ということでもう時間となってしまいましたが、ちょっとなんか短い曲いこうよ、はい、あ、もうできないかな、できるかもしれない、ギリギリだね、うんうん、なんかなんか やろうか、はい、筑豊ボルトやんない、筑豊、はい、うん、はい、ちょっとゆったりやろうか。ゆったり。
はい、ということできっちり終わりましたショートバージョン、ね、ショートバージョンスコールズをお届けしました、今日もね楽しい時間ありがとうございました、お相手ははい桜田健史と、はい、映像の機器さんもありがとうございます。でね、また来週お楽しみいただきたいと思います、はい、来週はねゲスト入ります。来週からちょっとしばらくゲスト入りますね、はい、北九州のシンガーシンガービビ VIVI ですね、はい、ビビシンガー、うん、の登場です、お楽しみいただきたいと思います、お相手は金吉郎でした。 See you next time。 行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しいあの人は今はない。人の心が好きさ